マコナコです。144話、翌日、フォースダッシュと言ったらいいのか、行きましょうか。エルギネス来るという話なんだけど、武装あるかどうかとか気になるけどね。ロボット乗れるかどうか。不法侵入者を排除する。ロボットはなさそうか？光栄です。空軍が来る前に敵戦団を壊滅させるぞ。一応敵、ちょっと待って、これどこ行くみんな。エルギネス大丈夫か？攻撃隊の進路上です。ならばもっと強い武装持ってくればよかったな。小さい敵自らで倒して、そして他をね、フォースター、あ、これこれこれ、目の前どけ、通行の邪魔だ。おー、かっこいい。通行の邪魔だ。安心しろ、英雄を踏み潰したりしない。こういう小さい出てくるものを自らで倒していく。上も壊せるね、多分。敵戦をやれ。まさにそういう話になってる。敵戦の転送を開始。閉じるの。敵戦を撃墜し、転送を止めろ。雲が湧いている。まあいいでしょう。海生物には目もくるんだ。敵戦を落とせ。転送を閉じろ。まあちょっと広いところ行きましょうか。そしてビーム来てるね。正面のハッチが開くのを待って、光っている部分を攻撃してください。まあ武装は悪くないな、今回は。エルギネス倒れました。倒れるところ見たかったけど、しょうがない。目標を撃破。さすが男将位だ。男将位。パワーの消耗が激しい。待機する。エルギネスが接近しています。俺が始末する。さて、全部終わった。海生物はバルガに任せろ。ちょっとあの辺り小さいのは、敵戦さらに奥にある。このすぐそばいて周りを倒してもらうようにやれば。悪くないね、この戦い方。ちょっと待って、結構ダメージ食らってるな、これなんで。なんでこんなダメージ食らってる。よくないよくないよくない。ナイフだな、これ。よくなかった。倒した。ここら辺にアイテムあると思うので、ちょっとよくないのも来てるぞ。ここで倒すと爆風巻き込まれそうだと思ったけど、なんとかなった。こちらはちょっともう後ろは完全にお任せで、回復まだまだだね。回復しきってない。倒した。厄介だね、この辺り。まあだからパイロン、寄られてる寄られてる寄られてる。よくないよくない。だから倒せばすぐアイテムも取れる。エルギネス倒した、素晴らしい。あれ反対側、あそこの建物邪魔だな。これでかいのか。でかいな。
生物が来るぞ。くそ、長い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 。バトルオペレーション。長い長い。ああ見てなかったけど、まあ避けようもないか。ちょっと待って、味方倒されてる声するんだけど。食らってる食らってる。よくないよくない。早く倒した、倒したね。回復回復。ダメだな、あれ当たんない。あー味方の数、まあまあまあそれなりにはいると思うけど、ダメだ、後ろ向いちゃってる。任せましょう。とりあえずこっちが回復。うん倒した。真後ろ向かれるとどうにもなんないんだよねあれね。うん多少のフォローも兼ねていきましょうか。うん活躍してんね。ダメだ距離がちょっと待って、なんでこれ後ろ湧いてる。まだ湧く場所あるか。いいね、ああいうふうにちゃんと技を把握できてればいいんだけどね。細かい操作説明がどっかに書いてあっても良さそうなもんなんだけど特にないんで。あこれ貫通でもダメージ通る、なんかそうっぽい、なんか色変わってるもんね当てると。あれはダメージ与えられて色変わってるのか、それともそうじゃないのかわかんないけど。パワーがそこをついた、あとは任せるぞ。煙吹いてるような感じじゃないから、うん、こっち側向いてほしい。リングが出現したにもかかわらず、人類は、まあ終わりっぽいな。奴らは歴史改変に失敗した。邪魔なんだけどバッグが張り疲れてんだけど。バルガごと撃つか。今日がその日だ。我々はリングを攻撃せず、あの事故は起こらなかった。歴史は固定された、もう二度と我々が時間を遡ることはない。どんなもんだろう、終わるかどうか。もう事故は起こらない、今度こそリングを破壊する。今が145話、あと4話ぐらいだと思うので届かないか、さすがに。こういう時は足が遅いのがネックになってる。特段これといったものはない。では続いてリング破壊作戦前編、これ前編中編後編で148話、149か150話で終了だと思う。考えましょう武装。では145リング破壊作戦前編いきましょう。多分広いところで戦うと思うからミサイルも有効に使えると思うけど。リングは目の前、ブレイザー部隊。こちらルートはリングまで7キロ前方に守備隊を確認。バルガが先導する。行きましょうか。進路を確保する。攻撃隊後方から続け。敵の防衛網に穴を開けてる。怖いねこれ見つぶされそうで。各地で戦闘が始まりました。陽動は成功しています。後ろの部隊は他にもいる。よしいないか。これも全部仲間にしてる。接近するのは今しかない。作戦目標は敵防衛網を突破し、リングの真下に攻撃隊を送ることだ。結構距離あるね。リングの正体は巨大なタイムマシンだ。マザーシップのような戦闘艦ではない。攻撃隊がたどり着くことができれば我々の勝ちだ。敵戦出現。ここ敵が防衛線を強化、
想定よりはるかに大群です。やっぱりあれか、目のところ狙わないと色はつくけど、特に倒れてるかのような感じになってないね。かなり食らうの自らも。できてるか、なんか誰を倒したのかわかんないんだけど、上は倒した。ちょっと待ってね。我々はリングの弱点を知っている。大軍は必要ない。真下に接近できれば少数の部隊で破壊が可能だ。敵軍接近、カッパ砲を恐れていません。まあ何に食らったか分かんないけど、これどうする、アイテム取りに行かないと自利品なんだけど。一体倒した。敵さん、転送装置を起動しています。アイテム取らないとダメだけど、何に食らってるかわかんないからな。時間を移動できる。過去へ遡り歴史を変える。それが奴らの戦術だ。全然アイテムたどり着かない。ここら辺たくさん、よし、回復ようやく。敵戦壊しましょう。中継基地だと思われる。ちょっと待って、邪魔なんだけど。うわ、目の前倒すか。そこから数年の短い時間移動を行っているようだ。いや、こっちが優先。もしリングを失えば正確な時間移動ができなくなる。狙った時間に移動できなくなる。邪魔、倒した。奴らの計画は崩壊する。こっち側味方助けないと。我々は今日長い戦いの決着をつかむ。終わるぞこれ。これで終わるか。そんな簡単なマップなのか。一応残しておきましょうか。どこだどこだ、当たってないんだけど全然。あと1体、1体も倒した。どんなもん。いや、まだ来るよね。まあそれは当然でね。ロボット部隊。ロボットなんだっけか。ロボットってなんだっけか。あ、これね。砲台、ミサイル撃ってくるやつじゃなければ別に問題。あ、向こうがあるな、ミサイル付きが。当たらない。ミサイル付きは早めに倒したい。急げ、攻撃隊を援護しろ。駆除チーム到着した。なんだろうな、なんか視点がおかしい。全速で走ってこのざまか。こっち側行ってきましょう。何軒の家をなぎ倒したと思ってる。勝っても降格者だぞ。出世の心配は生き残ってからにしろ。ひどい状況だ。うん、そこら中が敵だ。あとは足つきはこっち側。飛行型の怪物を確認。飛行型には手が出せない。交代する。交代するの。飛行型を排除してくれ。これほどの防衛戦力があるとは。少数での奇襲が恨みに出たか。あとわずか。ちょっとこっち側空やりましょうと思ったけどまだ届いてない。そしてミサイルまだ撃つのいるね。よくないよくない。ミサイル隙は予想よりはるかに強固だ。前進より敵の排除を優先しろ。
うん、倒した。こっち側、こちらルート2、怪物に阻まれて接近できない。あ、でも蜂はなんかいなくなってるっぽい。ルート3攻撃中。あれ、蜂は蜂なんか全部倒した？なんか、あ、もしかしたらレーザーか何かで倒してる可能性あるけど。うん、こっち側は、あー、これ巨大、こっちが優先。あ、レーザー撃って当ててるんだ、すごいね。攻撃隊を守る。倒した。素晴らしい。ドロップシップが降下してきます。うーん、まあ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 。クルールだ、クルールが来るぞ。防衛網を破るのは無理だ。突破はいい、抗戦し身を守れ。敵の守りがこれほどとは、うん、プライマーにとってさ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 て、これ鬱陶しいね。リングは時間移動の中継基地です。失えばプライマーの戦略は崩壊します。ほぼほぼ倒したけど、どうする。これアイテム取りたい気がするね。ちょっとアイテム取るか。多分終わりでしょこれで。いや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 、今 GRA ガンがいい感じにね、ダメージ与えられてたんで、これで手早く倒せた。だが、どうだろう。あの2体のロボットでいけるかどうか。よくないね、他の戦線は。まあでも最後の、まあ、いくつか前かわかんないけど、それでこれだと難易度的にはちょっと耐えやすいかなって気はするけどね。うん、あと1体敵、これも倒してアイテムもらいましょう。悪いよね、これで終わんなかったら。ちょっと待って、終わってなかった？終わってないな。何百だったな。まあいいけど。敵戦アンガーを投下。攻撃隊を包囲するつもりのようです。転送装置だ。囲まれてるぞ。うんうんうん。くそ。これイベントで終わるんじゃない？突破するところか。違うか？確認。うん、適当な指示だね。まあでもこっちが下がるように何とかすればいいんじゃない。アンカーの上部を狙い破壊してください。アンカーを狙い破壊しろ。まだ壊せない。バルガは大破した。うん、2号機もうダメだ、脱出する。まだか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 、まだ味方のロボットが生きてる間になんとか終わらせたいけど、なんところこんな硬いの。硬すぎる硬すぎる。ロボットの指令いきましょう。うん、守りが硬い。敵は我々の陽動作戦に気がついているというのか。可能性はあります。プライマーは限定的ながら未来を知る力がある、そう考えた。イカもいるね。アルゲツ大破。あ、巨大なのいたのね。よくないね、これ放置は。邪魔邪魔。
いやー、こうなってくると威力のなさがちょっと際立っちゃうな。よくないよくないよくない。ちょっとあれだけでもやっとかないと。こっちが回復アイテムないんだよね。もうちょっと早くに気づいてれば別だったけど。うん、こっち側にアイテムありそうな気配はするんだけど、倒したことによってアイテムが出てない。結構遠い、結構遠そうだね。結構遠いね。あー、ナメプやった、ナメプやった。ナメプはいけなかった。まあ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 、なんとか逃げ切った。うん、結構アイテム取っちゃったからな。あれ良くなかったな、アイテム取ったのは。うん、まあ上の方がいいか、これ。周りなんか軒並み終わったっぽいけど、まだ敵がやってきてるのが見える。はいはいはい、なんとかなんとか。なんでこれ回復できないの。うん、今回復あったかな。うん、一服一服。危ない危ない、これ鬱陶しいね本当に。まあまあ、今はのんびりと回復取りながら。味方が強かった。今回もこれはでもインフェルノはどうにもならんぞ、こんな戦い方。これがいつ開くか分かんないから。まだかまだか、開いた、壊した。まああとまだ上全部やってから。うん、まあまあ問題ないでしょ。素晴らしい。うん、これ壊して、うん、前二つは開かないってことはないと思うけど、わかんないね。開かないか。いや、開く。うん、壊した。うん、あとは前のまた空挺対応してから。うん、開いた。これが何を落としてるか分かんないけど、間に合わないか。
では下まで行きましょうか。おしまい。さて一生懸命移動やって、放っときましょう。あ、ダメだ、当たってないわ、上の方に。あとは移動して倒すだけ。まあ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 、ちょっと怪しいところあったけど、さすがに舐めちゃダメだってことでね、最終は近くになって、あっさり勝てるようなマップかなとか思ったけど、うん、味方ウィングダイバー倒してくれてるから助かる。倒した。あ、ナメピやったか、ナメピやったか、大丈夫か、危ない一気に火炎放射で持ってかれる恐れあったけど、あ、危ない危ない、終わらせるか。うん、おしまい。バルガ隊、プロテウス隊、消耗が激しく戦闘継続は不可能。なるほどね、あとは歩兵だけで行けってことか。攻撃隊の被害が大きすぎる、作戦は失敗だ。戻るのか、ひょっとしたら。ストームワンは無事だ、きっと行くだろう無理だ、他の攻撃隊は壊滅。すごい無茶ぶりしたね。状況だ、聞いてくれ、ストームワンはこの作戦のプロだ、うん、何度も何度もリングを落とした、サポートしてくれ。とはいえ向こうは攻撃やってこなかったからね、その時はね、リングの下に入ったら。あー、まあ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 、アイテムも楽しみ。うーん、どんなもんだろう、どんなもんだろう。あんまりカスケードが入った軽量リキッドアーマーも手に入っている。ミニオンブラスト、ダンス30、モンスーン M2、 この辺りのショットガンはまだ使ってないからね。レパード、ユート、ロケット、M4、 ダメージ1500ぐらい、悪くはない。そしてカスケード、連射速度 6.7、 ダメージ168、全部放ってば6000ぐらいになるのかな。うん、爆破範囲 6.2、 リロードが 8.2 と長すぎる。リバースボンバーといったところか。軽量リキッドアーマー、これもいいね。だが壊せないんだ。ダッシュの加速は速いからいいけど、ガードレールとかは壊せない。ということで、さらにリング破壊作戦後編か。周辺ないね、まあ、リングに行けだからちょっと武装考えないとダメかもしれないけど、まあ、とりあえずはこのままでやっていきましょう。では146話、リング破壊作戦の後編いきましょう。武装は変わらずで。多分なんとかなると思うけど。リングまで1キロ。行きたくないね5年にわたる戦いが今終わる。今日ここに我々が集まった。前作で2年分、今作でその後の3年後。援護はない、ストームチーム援護はない、なんてこったい。まっすぐ行くかどうかだな。あ、でもここら辺倒しておかないと当たらない。ちょっと待って、これは敵来る気配ある。リング起動したようです。あれが
タイムマシンか。時間制限あるとかないよね。赤いのを倒したいんだけど、出てきてる？あー、まあまあそれ来るよね。リングから敵船が出現。あの船は未来からやってきたと考えられます。うん、八発で倒せる。時間を超える船、タイムシップか。10万年もの時を超えてきた船。うん。中継地点であるリングが必要なんだ。無限とも言える時の流れの中で遭難を避けるために、うん、どうするかな。これ位置取り良くないんだよね。維持するためには目標の時間に正確に、この上を壊す、なんか武装欲しかったけど。10万年も移動すれば誤差も出るだろう。そのためのリングか。うまくいければいいけど。うん、手がなくなった。うん、よくないね。どこ行った、どこ行った。赤いのがどこか忘れたというか、わからんというか、目の前このタイミングで弾がない。これ邪魔だな。リングの弱点は真下だ。いや、そんなことは、そんなことは分かっとるんだが、ダメだ。下の方行くか。引っかかってる。ダメだ、弾速間に合わない。まあでも味方、あ、一人ちょっと危ない程度か。これも沸かせようとしたら、ならばとっとと行きたいけど。まだリングの弱点が見えない。明日まで移動するぞ。んだが赤いのは倒しておきたい。あー、どっちだどっちだ。あ、下がんないで、下がってくる。どこどこ当たんない当たんない。これ普通の、うん、ダメ。倒した。あともう一体、こっち側回復十分。終わった。ちょっとアイテム取った方がいいか、味方のこと考えて。特にここで湧くような感じでもないので、敵は赤いのさえ来なければ問題ない。普通のドローンだったらなんとかなるでしょう。行きましょうか。湧いてないよね、赤いのね。多いね。待ちましょうか。これさ、フェンサーの方が足速いんだね。レンジャーの方が足が遅い。ん？これ、そうかそうか、エイリアンまだいるか。エイリアンも倒しておいた方がいいかも。どこだ、ここら辺違うな。こっち側か、いるね。あ、寄ってから倒した方が手早く終わるでしょう。あ、あの辺りか。ちょっと建物に阻まれて
というパターンになりそうな気がするな。うん、今回ランチャーの方持ってくればよかったんだけど、持ってきてないんだよね。あ、見えた見えた、場所としては見えた。真下まで行くかどうかの問題はある。うん、この段階で敵出るんじゃない？大丈夫？赤く光るパーツを破壊する。大丈夫か？おそらく赤いパーツはタイムマシンの制御装置だ。破損すればタイムマシンはコントロールを失い、やがて自壊する。うん、さて行きましょう。これうん、まあ、あれ倒してほしかったな。倒してないか。こっちは倒した。もう一個倒してるよね。え、これ何で今食らってる。倒してなかったの。よくない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 。ちょっとなめくだったな今。そしてこういう時に限って回復が出てない。まだエイリアンいる。いるな。いや頼む、それやってもらいたかった。これで回復取れればいいけど。多少は取れた。だけど多少。ん？場所が分かんない。結構削られたね。波風だったか、近寄ったのは。行きましょう。うん、アイテム落としてくれればいいんだけど。制御装置中破。終わるかこれで本当に。ちょっと待って、これ時間は戻らない。やはり事故は偶然だ。二度とは起きない。ああ回復じゃない、あれは。ここから先は未知の光景だ。回復じゃないか今のも。うん、終わってる終わってる。移動しましょう。リングの破壊に成功。やりました。回復出てないな。リングを破壊したぞ。人類の勝ちだ。いやもう一個何か。リングが違うな。傾き始めました。机のドローンか今そばにいるのは。バランスを失ってる。落ちるぞ。倒した。ソムチーム、その場を離れろ。うん、回復であるならば取りたいと思って今前行ってるけど。リング回っています。これ上にある。リングが回転、上下が反転したようです。こんなことは初めてだ。回復じゃないな。あの事故がなければリングを落とすことはできないのか。反転ってことはもう一回同じことやるってこと。まあそうっぽいね。行きましょうか反対側。リングの制御装置は二つあったのか。とはいえ敵が出る可能性あるんで。攻撃目標、二つ目の制御装置、赤いパーツを攻撃しろ。当然敵が出ないなんてことはないよね。位置を算出。新たな弱点まで500m です。うん、この方向。まあそりゃそうだよね。回復アイテムとか取れればと思ったけど。リングから砲台が出現しました。砲台、ちょっと待ってちょっと待って。あ、砲台ね。これかこれか。だがこのタイミングで。これ届いてるかな。敵新型戦を確認。敵戦が転送装置を起動。さすがに
イトが降りてきます。さすがにきついか。敵弾兵だ。アンドロイドの敵弾兵が来るぞ。一応届いてはいるので、リングを守るため地上の敵を一掃するつもりでしょう。弾が、いやここだともう弾が届いてない。よくないよくない。次々と兵器が送り込まれてくる。とんどまっちゃダメだと思うけど。あの砲台は一部を破壊しても機能し続けるようです。完全に停止させるためには全てを破壊する必要があります。分かっちゃいるけど、分かっちゃいるけど、これはちょっと武器良くないな。それが唯一の弱点だ。隊長が負傷したぞ。予想外の状況だ。これ以上待って、裏手は何。裏手はおい、絶対絶対ちょっと余計なこと言うな。撤退させてくれ。制御装置の破壊には成功した。二つ目も不可能ではない。だがこんなことは。あの方はこの作戦のプロです。余計なこと言ってる。そうだな、その通りだ。反対側向いてるから倒せないんだよね。そして回復アイテム、見えたような見えないような。嫌な音が左側から聞こえてんだけど、何この音。これね、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、新型、新型戦争も別に新しいのが出てきてるってわけじゃないか。結局さ、ウィングダイバー生き残るんだよね。これだけでも、これだけでも倒させてくれ。この武装じゃ、ミサイル余計だったな、今回に関しては。何かここら辺に部隊来てる。違う違うわ、部隊来てないわ。普通のこと言った。エピメデウス浮上。敵船射程内に捕捉。エピメデウス武装展開。射撃管制照準セットよし。ああ危ない、危ないが、まあまあ爆いいでしょ、それぐらい。水源照準よし。潜水母艦三艦同時攻撃。まあまあその姿は多分見れないんでしょ。まあまあまあ回復回復。パンドラファイヤー。ああ見たい見たい。見せてくれ見せてくれ。どこだどこだどこだ、そのファイヤーはどこに対して撃ってんだ。あれ当たってないんでね。このファイヤーどこに来た？あれ自分で今倒したと思うけど。あーここら辺巨大なミサイル来てる。うん倒した。あそこら辺の手壊してくれれば一番いいんだけど、届かないんだよね、もう自らの射撃だと。よし、この戦いもらったぞ。本当か。一応ダメージは通った。空中で静止し続けています。うん、ようやく開いた。とりあえずこっち側だけでも終わらせたい。
あー厄介だな。あれを見るためにちょっと目線を左側にやんなきゃいけないから。うん、まあなんだかんだ生き残ってるね味方で。こっち側はうん倒した。あーあと手届くかどうか。まあ届いてはいる。まあ寄ってきましょうか。これ自分これね反対側までまた回ってきた。結構戻ってきたね。後ろ敵いるんだけどな。あれなんだろう。緑だけでも手早く倒したい。倒した。あとはこれは動いてれば当たらないんで多分。もう後ろ側ちょっと当たる可能性あるけど。うん倒せてないか。最後の一箇所も射撃届いてるんで。倒し終わった。こっち側終わった。もう一個行きましょう。今しないように全部ちゃんと。まあ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 、まあ、勝てればいいでしょう。アイテム取りに行きたいな。今後インフェルノでやること考えてアイテム取っておかないとね。確かに稼ぎのような形で取るのは良くないと思うけど、バランス崩れるんで、こういう通常プレイの中で取る分にはちゃんと取らないと。うん届いた。これも終わった。全部終わったぞ。さてまたワープ装置壊しておしまいとなりそう。悪いよねこれで。またなんか敵が出てきたとかありえるからな。さてここ上がった先、なんかすごく遠くに味方いるけど、あれは何なんだろう。うん、ちょっと味方耐久減ってるのもいるから、回復取っといた方が本来であればいいんだろうけど、ちょっと余裕ないかも。届いてないね。念のため、またリロードやっていきましょう。うん、特に敵が来るわけではない。危ないねウィングダイバーが調子に乗って飛んでるけど。終わった。これでどうなる。またワープしそうで怖いけど。リングの最後。リングの最後だ。チェックメイトだ。今度こそ。傾い
てるぞ。これ飲み込まれるんじゃない、これバタって倒れると我々飲み込まれてまたどっか別の世界に、そうなるよねこれねどう考えてもこのなんかワープ装置に入りそうなんだけど、タイムマシンは動き続けているようです。あー、これ真ん中あったな。リングはなんとか墜落を免れている状態だ。必死でバランスを保とうとして何かあるよねどう考えてもね。まだ飛び続けるのか。一旦仕切り直し欲しいけど、リングが水平状態で停止。あー、何まだ続くのこれ。多数の砲台が出現。続くのね、頑張りましょう。この数の砲台を同時に展開できるのか。砲台を攻撃してください。続きがあるとは思わなかったな。対処できる数ではない。一度撤退、一度撤退、一度撤退早くしてくれないのか本当に。武装が良くなかった今回は。あの武装、最大限の警戒が必要です。警戒だけしててもな。いかんせん威力が弱いから。緑に光る部分を狙ってください。引っかかってる、引っかかってる。そしてもう最後の方まで来てる。あんまり遠いと貫通系の貫通能力が適用されないからあんまり面白くないんでね。とはいえもうここら辺まで来ないと。あそこまでダメージ受けてないからいいけどね。まだ倒せんか。どこだどこだ。まあここら辺に隠れながら戦うってでもありそう。あーそっか、あれ砲撃でビル壊される、壊されないね。ならこの辺りで戦っとけば。なんか変な音。スピネルが展開しています。スピネルって何。スピネル、同じ疑問を抱いてる。そう故障しています。スピネルの外壁部が開いています。初めて観測される現象です。見たいけど見る余裕ないな。それあれね、今作動しているということは損傷したタイム壊せるってことか。あの装置がフル稼働して、あ届いてないな。機能を維持している、そう考えるべきだ。もしそうならスピネルがリングの弱点です。スピネルを破壊すればリングは墜落する、そういうことか。ストームチーム、うわ変に攻撃やって変に攻撃やって敵の増援来るとなんなんで、ちょっとまずは外周から。スピネルが展開した時内部を狙ってください。一発だけ試しに。ああそっか、届いてない可能性あるな。あとこれそうかそうか、復活するんだっけか、この手は違ったっけか。復活するんであればあんまりのんびりとやっててもキリがないんで。スピネルが開いた時内部を攻撃しろ。攻撃するのはいいんだけど。この辺り場所は悪くないと思うけど。守られながら戦うこともできそうだしで。ちょっと待って、建物壊されてんだけど。スピネルに着弾。ナメプだったね今。
ちょっと待って、味方味方がなんか結構ダメージ食らってるの気のせい。これスナイパーの方が良かったな、 ZER ガン。まあそりゃそうだよね、そりゃそうだよねって感じだけど、これはもう武器の問題だからな。リングは戦艦ではない。そうではないのか。我々はリングを甘く見ていたようです。リングという、あー面倒だねこれ。夜に寄れない。だが非常手段だ。タイムマシンは本来の使い方ではない。奴らは必死だ。うん、ダメだ、届いてないんやな向こう。縦長い、まあ、ファングとか持ってきてれば何ら問題なかったけど、そうじゃなかったから。当然耐久もそんなやばいわけないから、これ700何ものダメージをどこまで当て続ければいいのか。吹っ飛ばされた。うん、回復アイテム取った。どんなもん？終わんない？消波開発してくれ。うん、屍の敵は倒した。これでね、この緑がなかなか壊れないから硬い硬い。ようやく、うん、届いてない、届いてない。こっち食らった。さてさて、放っといて大破になってくれ。敵増援は来てるか。あれはあー勘弁して。新型の砲台だ。基本的な形状は似ています。一部を破壊しても稼働し続けると思われます。近い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 。再結合に時間がかかるはずです。こっちが行ってももう回復ないからな。真ん中倒し続けるしかないと思うけど。スピネル、
中破か耐えられるこれ。右側に回復アイテムがたくさんあるところあるんだけど、まあ回復かどうかわかんないけど、かかってる。うん、厄介これ。回復とかアイテムある場所、目の前。時間の問題だ。え？何の砲撃食らったこれ。すごいの今切ったけど。これか？このエリアに向かうヘリがあります。ヘリ？何？特殊作戦コマンドです。こちらコマンド。味方あとわずか。400キロ飛んできた。英雄に会いに。歴史に残る作戦だと聞いたぞ。どこにいるどこにいる。司令官の指示だ。コマンドチーム、作戦に参加する。さっきで中破だったからそろそろ大破きついんじゃないの？タイムマシンは限界に達しつつある。リングの崩壊は近い。消えた。おお、ちょっと。あ、なるほどね。今仲間また回復したけど。マシンが制御を失い始めている。どうしたっていう。回復取りに行った方がいいね。リングから敵が来る。ああ、本当に？魚人か。魚人ここで来るか。未来のプライマは大混乱に陥っているようだ。手当たり次第に部隊を送り込んでいる。うん。ストームシーム、敵が降りてくるぞ。コマンドは消火か。コマンド2降下。そのコマンド1とか何？降下。電動開始、行くぞ。終わってるな。奴を守れ。向こう側に来てるのがそうか。まあ、とりあえずこれ後ろ倒した。そこまで多くの兵ではないんで、まあなんか空、まあ、まあ降ってくるけど、魚人降ってくる程度であればいくらでも対応できるでしょ。仲間来たんであれば寄ってきてほしいな後ろ。特に砲撃はやってきてないので、なんか引っかかってる。注意誰だこれ。大破終わったでしょ。そこ目の前ブレイザー部隊。後ろ側のブレイザー部隊。仲間。どうして仲間にならん。ちょっと待ってくれ。はい、終わってるね。終わってないじゃん。これでようやく終わった。奥いるのは、まあ今寄ってきてるね。念のため回復取りましょうか。リングに異常。まあまあこれはしょうがないね。リングが落下しています。卵型何か来るんじゃない。奴らの計画は終わりだ。人類は勝った。この曇りの中にタマコが好きなものが出てくるんじゃないの？これ。君たちの奮戦に感謝する。本当にこんな日が来るなんて。何これ。待ってください。まあやっぱりそうか。まあまあ仕切り直しになってるだけ十分。
穴が。ワームホールだ。うん、ということで何か出てきたぞ。卵じゃないぞ、ドラゴンか。ちょっと待って、やるの？もしかして。どこだどこだ。死に急ぐなら僕はマーケーだ。普通に考えれば頭ダメージ通らないけど、なんだ。紛らわしい紛らわしい。あー、まあ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 、まあ、いいでしょう、無事クリア。結構長かったな、ここのマップ。 T4 ストークがようやく手に入ったけど、多分今回は活躍厳しいか。連射速度遅い、まあだが射程300ぐらいある。あとは今回なんだろうね、まあまたスナイパー絡みだと思うけど、多分、あ、いや、まだ終わりじゃないな、これ。まだまだありそうな気がするけど、さてさてどうなるか、また次回続きご覧いただけたら幸いです。ではでは。